株式会社岐阜所は、岐阜県立岐阜商業高等学校の生徒が株主となり、インターンシップの形で事業に取り組む株式会社。株式会社の仕組みを実際に会社経営を行うことで学習しようという趣旨で設立された企業であり、岐阜省関係のグッズや他企業と共同開発した商品の販売が主要事業となる。 高等学校が設立した株式会社は、いぶすき市立いぶすき商業高等学校の株式、会社指標に次ぐ、日本で2例目である。取締役には、岐阜省の卒業生や PTA 役員が名を連ね、資本金も卒業生が出資するが、彼らは直接経営に口を出さず、岐阜省の現役高校生が経営の実務を担う。岐阜の生徒は、全員が株主となり、 生徒の中から最高経営責任者を選出する。株主となった生徒は配当を直接受け取ることはできず、岐阜省での実習費などに利用することで間接的に利益を得る。生徒は岐阜省のインターンシップに参加するという形で販売事業などを行う。岐阜省の各学科が岐阜省の社内の各事業部門を担い、3年生が事業の中心を ロブ部という部活動の部員が社内の調整を行う企画運営会を運営する。例えば、岐阜省流通ビジネス課は岐阜省の販売事業部を担当する。岐阜省では従前より岐阜市内の大型商業施設、マーサ21で商品販売の実習を行ってきたが、ロブ部が中心となって販売事業の株式会社化の準備を進めてきた。これは、 岐阜省が文部科学省が進める専門的職業人の育成事業である目指せスペシャリストに2014年度から2016年度まで選定されていたことによるものであり、初年度の2014年から設立準備を進めていた。そしてマーサ21に本社を置く資本金10万円の会社として2016年2月2日に岐阜地方法務局で登記申請を行い、 2月16日にロブブインらが岐阜省体育館で全校生徒らに会社設立について説明した。企業設立には企業家育成も視野に入れられた。同年4月28日には第1回株主総会を岐阜省で行い、執行役員や事業部長らを選任し、資本金を240万円に増資することを決議した。会社設立後は、 同社の事業として、週2回、マーサ21にブースを設けて、岐阜省の体操服や、タオル T シャツなどの岐阜省グッズ、八ん煎いなどの販売を行ってきた。設立1年目の12月期決算では売上高が、約1956万円、営業利益が192万円となり、目標100万円の2倍近い営業利益を上げた。利益分は卒業する3年生へ送る。 文房具代と次年度の予算に充当された。税理士の助言を得ながら申告書類を作成し、2017年2月16日に、寄付北税務署に確定申告書を提出、法人税と地方税を合わせて約39万8000円を確定申告した。2017年3月3日には、寄阜省が16銀行と協定を締結し、寄阜所の経営に、 同行の支援が得られることとなった。2018年には岐阜市から186,050円の補助金を獲得し、同年2月7日に CEO が記者会見を開き、偽証者やの名でイベントに出展し、イビチャの販売を行うと発表した。高校が設立した企業が補助金を得て事業を行うのは、これが日本初である。会社設立早々から、 外食事業者や菓子店とコラボレーションし、期間限定商品の開発に関わってきた。ロブブが、かかみが原市で、スーパー銭湯を営む企業と共同開発した、入浴剤で、加齢臭を抑えると銘打っている。お父さんの匂いに悩む JK によって開発された、JK のための入浴剤。というキャッチコピーや、製品パッケージは、ロブブの手によるものである。 ドブーブが最も推している商品であり、2016年5月の発売から1ヶ月で約300袋を売り上げた。2016年6月から8月にかけて、デオパパの知名度向上と今後の企画展開のため、幕開けを利用したクラウドファンディングを実施した。伊ビガワ町のダルマ同性化のあられ開発に参加し、法日外国人旅行者にも受け入れられるあられを開発した。 高山市で訪日観光客に試食してもらうなどして改良し、完成した製品を携えて、国際コミュニケーション課の生徒5人が、香港で開催された、フードエキスポ2017に参加した。このあられは2017年3月3日の岐阜省と16、銀行との協定締結の場でも披露され、東取りの村瀬幸男から、海外では、こういった、 日本風の味わいが受けるかもしれないという評価を得た。二千十八年二月十二日より、信光製菓せいかは、ぎふしめいのあゆがの一つである、冷あの新しい味として、みの指茶味を販売開始した。ぎふしは、信光製菓へ助言する形で、商品開発に参与し、若者向けの味と見た目に仕上げた。同時に冷あゆ、実の指茶味のラッピング車両を、ぎふ乗り合い自動車で、 運行開始した。ありがとうございます。